とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。今日はですね、人兵一人で、極ボスに、行きたいと思います。人兵のレベルは600ですね。ですけども、極ボスは攻撃力が高いので、まあ、即死攻撃を2発食らえば死んでしまいますね。はい。それでは早速、極ボス、花子さん、行きましょう。では、行きましょう。ブルームーンで来てますね。花子さんは結構攻撃の隙が多いので、ブルームーンで、範囲攻撃をしていくことができますので、ブルームーン結構おすすめですね。ここに関しては。まあ、他のところでもまあおすすめの時があるんだけども、うん。まあ、基本的には、隙の少ない、キャラクターの方がボスには向いてますよね。うん。でも、雑魚戦ではね、もう本当、ブルームーンがもう無類の強さですよ。間違いない。うん。もうブルームーンの人が大概 MVP をね、取りますからね。うん。まあ、雑魚戦、ボス戦、どっちともで、まあ、活躍できるブルームーンっていうのは人気ですな。うん。よっしゃ、おっと！ウェルダン来た。これはなかなか珍しいね。うん。あと、ブルームーンはあれだ。ジョブの、パンツ工程、あれとね、相性がいいっていうのもあるよね。うん。相性の問題っていうのはありますよ。よっしゃ。で、なんだ、その、パンツ工程を使うのであれば、よし。アイシクルウィンドを、2つ。で、ブルーストリームを2つ。がいいですかね。うん。で、まあ、夢見る少年少女あたりで行くならば、まあ、ブルーストリーム3つ。まあ、4つでもいいですね。まあ、その構成でいけるので、火力的にはそっちの方が上かな。ああ。まあ、夢見る少年のブルーストリーム4が一番火力が高いんじゃないか。おい、おい、おい、おい。あ、ミスった。これやばい。これはやばいぞ。逃がさん。逃がさんよ、OK。これでね、あれが難しいんだよね。あのトイレのすっぽんを抜いていって、あの場所を探すやつ。あれが難しいんだよね。あれが来たらね、ちょっとソロでは当てられるかな。あれはちょっと運が絡むんで、どうなるだろうね。まあ、最後は何が来るでしょうか。多分トイレに早く走っていけっていうやつが来ると思うんだけども、どうでしょう。まあ、何が来るかは運次第だね。よし。じゃあ、そろそろ、この終わりで、ボスですね。さあ、最後の試練は何でしょうか。走り抜けるやつで、あってくれ。オッケーオッケー。走り抜けるやつはまあ問題なし。で、ボス。HP もね、まあそこそこ高いので、ちょっと時間かかるかもしれませんけども、まあ余裕でしょう。余裕余裕。で、ソロで来るとね、あんまりね、いいメダルが出ないんだよな。やっぱりね、やるならばパーティー推奨です。はい。このラブリーハートの時とかにもうがっつり攻撃入れれるので、ここはね、ブルームーンが活躍するんだな。あぶねい。と。いや、これノーダメいけない？無理か。ラブリーハート食らう時食らうもんな。うん。ちょっとこれ、いいか。なんか、めちゃくちゃダメージ与えれるぞ。あ、待って、こっちか。こっちか。全部取りたい。よし。反対側だろ。
よし、で次こっちか。あーそっち、めちゃくちゃ近いところするのはずるいぞ。でこっちだ。あそっちかい。よし、おいしゃ、全部取った。よし、チャンスをちょっと取っていこうか。よし、じゃあチャンス。いやこれ楽勝だ。あー花子さんはね、ブルームーンめちゃくちゃ合ってるね。うん、めちゃくちゃ戦いやすい。花子さんにはブルームーンみたいな感じかもしれないね。超楽勝だった。で、報酬もね、ガシャコインが1枚もらえるし、まあ、ボスからも結構高確率でコインが出るので、いいね。やっぱり美味しい。はい。まあ、ソロ攻略、超楽勝でした。はい。ということで、今日はですね、花子さんの5区をクリアしてみましたけども、なんだ、楽勝だったね。めちゃくちゃ楽勝だった。多分、ブルームーンが良かったんだと思う。うん。これ、まあ、アースウォーカーでも楽かな。うん。まあ、他のキャラだったらば、どうだったかはわかりませんけども、まあ、とにかく、ブルームーンめちゃくちゃ合いますね。強いです。ここをクリアするにあたっては。はい。ということで、またね、極ボスのソロ攻略やっていきます。はい。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや！